皆さんこんにちは。プレイステーション VR2 ヘッドセットの設計を担当した荒木です。初代プレイステーション VR の設計も担当してきましたので、 PSVR2 ではユーザーの皆さんからのフィードバックを受けて改善を加えたほか、様々な新機能を追加した上でいかに軽くできるかを追求して設計してきました。ヘッドセットはヘッドバンドとスコープで分離することができますので、まずそこを外していきます。スコープを前に出します。次にコネクタを外します。2つありますので2つとも外していきます。そして次にはバンドの裏にあるボタンがありますので、そのボタンを押しながらさらにスライドさせます。そうすると簡単に分離させることができます。ではまずスコープの方から分解をしていきます。まずはライトシールドを外していきたいと思います。ライトシールドは爪で引っかかって止まっているだけですので、ユーザーの皆さんが簡単に外すことができます。外していただいて、汚れた際には水洗いすることも可能です。 VR の体験では外の光が入らないということがとても重要になります。今回世界中のさまざまな人の頭の形のデータを改めて集めさせてもらって設計を行っています。でライトシールドは鼻の部分を2層にすることによって、鼻の高い人でも低い人でも外からの光が入らない工夫をしています。ではまずライトシールドホルダーを外していきたいと思います。ネジは4箇所取ります。このように分離します。で次に外装部品も外していきたいと思います。ネジ1点を外します。そしたらですね、この黒い部品は、爪で緩合されてますので、その爪を外していきます。はい、爪緩合しているカバー部品を取りました。次はカバーフロントの部品を外していきます。上側ネジ4点を外します。裏側も外していきます。こちらもネジ4点です。そしてカバーフロントを分離します。カバーフロントは非常に軽量に設計されています。内部はほぼ左右対称の作りとなっていまして、見える部分だけではなく見えない中身の部分も美しくという点にこだわって設計をしています。実はここにもプレイステーションのファミリーマークが入っています。次に下側のカメラユニットを外していきます。ネジ2本を外します。フレキケーブルを外していきます。分離しました。こちらが下側の2つのカメラユニットになります。このユニットは精度が特に重要な部品になっていまして、信頼性にこだわって設計をしています。周りの衝撃から逃げるようにあえてしっかりと固定せずに、このラバー部品を介して固定されています。次に上側のカメラを外していきたいと思います。まずフレキを外します。でネジを2点外していきます。続けて左のカメラも外していきます。続けてボタンユニットも外していきたいと思います。まずフレキを外します。この部品自体は爪で緩合しているだけなのでポチッと外れます。ユニットにはボタンの基板とマイクがついています。このマイクは内部のノイズを遮断するためにラバーで包まれている仕様になっています。ではダクト周りを分解していきたいと思います。まずはファンを外していきます。ネジを取っていきます。2点取っていきます。次にダクトを外します。簡単にダクト外すことができます。 PSVR2 の冷却思想は、新たに搭載したこのファンによって、まずはライトシールドと顔の隙間からフレッシュな空気を取り込み、メイン基板にある IC チップを冷やすというような構成になっています。この空気の流れは IC チップの冷却とともにヘッドセットを蒸れにくくするという効果もありまして、ユーザーの皆様に快適にプレイしていただくということを目指しています。次はヒートシンクを外します。でヒートシンクとここの IC チップは TIM という熱伝導率の良い材料で接続されています。では次はフレキを外していきます。次にスライダーベースを外します。
次にレバー系の部品を外していきます。次にメイン基板に刺さっているコネクタ類を外していきます。まずは有機EL パネルのフレキを外します。次に視線トラッキングのデバイスのフレキを外します。メイン基板を外していきます。ネジ4点を取ります。次に基板ホルダーを外していきたいと思います。ネジを4点外します。オーディオジャックのコネクタはこのまま取ることができます。ここのレンズ調整ダイヤルを回すとシャフトと内部のギアを介して光学ユニットが左右に動くようになっています。 PSVR2 ではプレイするユーザーの目の感覚に合わせてレンズ間の距離を調整することが可能です。この調整によりクリアな映像をお楽しみいただけます。続いては光学ユニットの分解をしていきます。まずはじめにここのバネを取っていきます。続いて調整ダイヤルの部分を分解をしていきます。調整ダイヤルを取ります。シャフト先端についているギアを外します。でこのままシャフトも同時に抜けます。そうするとレンズユニットが外れます。レンズユニットを外していきます。次にこの両サイドにあるギアを外していきます。続いて装着センサーユニットを外していきます。ネジ2箇所を外します。ここについている装着センサーが赤外線を照射して反射してくる光の強度で顔との距離を見ています。ユーザーが PSVR2 をかぶっているかいないかを検知しています。このレンズ周囲に赤外線で発光する IR LED とそれを撮影する IR カメラがここに落とされています。でこれらを使いユーザーの目の動きを捉えて視線トラッキングを実現しています。ここに IR LED がマウントされています。続いて IR カメラを外していきます。この IR カメラの部分にはゴミが入らないように密閉しています。ガスケットと呼ばれている柔らかいガム状の部品を使ってその密閉を実現しています。ではレンズユニットの中を分解していきます。レンズユニットにもゴミが入らないよう IR カメラと同じように柔らかいガム状の部品を使って密閉しています。天面にはフレネルレンズがついています。このレンズはミクロ単位での仕込みを入れていまして、ゴーストと言われるような症状はかなり低減できています。これで輝度も犠牲にせずに綺麗な映像を実現できています。続いてヘッドバンドを分解していきます。はじめにフロントヘッドバットを取り外します。ここは爪で止まっているだけですので、爪を外していきます。今まではスポンジが入っているクッションを使っていましたが、今回はそれをやめまして、シリコンラバーでのクッションに再設計しています。ちょうどいいグリップ感を持たせながらも、粘つかないというような表面処理も施しています。それではヘッドバンドの後ろ側を分解していきます。PSVR と大きく設計を変えた点があります。PSVR のヘッドバンドは締め付けていくと頭の側面が痛くなってしまうという声をいただいたことがありましたので、今回は側面側の負荷を低減できるような工夫をしています。前側は柔らかく後ろ側は硬くというアプローチによって側面の締め付けを低減させています。ではリアヘッドパッドを外していきます。次にヘッドバンドのこの内側の部品を外していきます。で取れます。でこの部品を外しますと中にケーブル類が見えてきます。でこのケーブルはバンドの伸縮に合わせてキャタピラ状に動きます。この太いケーブルがメインケーブルです。
で、この細いケーブルがオーディオのケーブルになっています。では続けてこのリンクギアを外していきたいと思います。まず白いカバーを取ります。ネジを6本外すとこの白いカバー部品が取れます。続いてこのボタンを外します。続いてこのダイヤルも取ります。で、中の機構部品を外します。ここのゼンマイバネユニットを一旦固定をしてしまいます。この状態でゼンマイバネユニットを外します。で、これでリンクギアがついたゼンマイバネユニットが外れます。続けてリアバンドのフレームを取っていきます。まずはケーブル類を外します。この状態でフレーム部品が取れます。では次にヘッドバンドの前側を分解していきたいと思います。この前側のヘッドバンド分厚いですけども、部品が分割されてますので、とても柔らかい作りになっています。では部品を分解していきます。まず側面の部品のネジを外します。続けて反対側も外していきます。続けて真ん中のパーツも外していきます。真ん中のパーツを外すと、ケーブルも同時に外れるようになっています。オーディオケーブルです。メインのケーブルは先端からモーター用のケーブルも、付いています。こんな感じです。ここに振動モーターを内蔵していまして、ゲーム内の表現に合わせてヘッドセットが振動することで、より臨場感あふれる体験が可能となっています。こちらがプレイステーション VR2 ヘッドセットの全部品です。今回はとことん機能と強度を保ったまま、いかにコンパクトに軽くできるかというところにこだわって作っています。今まで以上の VR 体験をお楽しみいただけると思います。ぜひ体験してみてください。